こんにちは、吉田さん。なんか、ハードオフってね、うち近所ないんですよね。だからちょっと足伸ばさないといけないんで、まあ行くことはないんですよね。で、全然話違うんですけども、まあ我が町にも公民館がありまして、なんとね、公民館に固定電話がついてるんですよ。で、こんな携帯電話の時代に、この固定電話誰か使ったことあるんですかって聞いたら、何年も使ってないそうなんですよね。そしてこの電話からかけることもなければ、この電話にかかってくることもないらしいんですよ。まあ普段無人なんでかかってきても誰も取れないですよね。ということでね、この固定電話ついたのが多分30数年前だと思うんですけども、それ以来ずっとね、毎年毎年管理者が変わって会長が変わるたんびにその電話契約を更新したんでしょうね。はっきり言いますけども、何も考えんでないわけなんですよ、ここら辺で、ね、固定電話の権利金ってそんな安くないと思うんですよ。でそれをね、何の疑問もなく更新して全く使ってないみたいなことがあるんですよ。あとね、コピー機もついてるんですよね、その町内会館に。でコピー機って業務用のやつですから基本料金かかるんですよ。で基本料金使ってなくても何千円とかってかかるんですよね。で年間でどのぐらいこう印刷するのかなと思ったら、本当ね、数十枚なんですよね。じゃあいらないじゃんって話なんですよ。でもっと言ったら、そのコピー機を使いにわざわざ鍵を借りて開けて行ってコピーして帰ってってみたいな作業をする、その人は誰なんだろうなと思いますよね。家の中でやればいいじゃんみたいな。こういうふうなことがね、起きるのがなかなかユニークですよね、うん、まあでもね、ハードオフぐらい離れていったら大変ですけども、近くにあると使っちゃうのかもしれないですよね。だってコピーなんて家庭用のでやったらただ同然なのに、なのにそれもまあケチるというか、まあ公費でっていう考え方なのかもしれないですけどね。でコピー機の維持費ってのが年間で1万円かかってないんですよ。で多分基本料金多分6000円ぐらいするんですよね、うん、まあでもね、コピー機は、うん、まあ家の中にない人もいるだろうということで、その人のために残しておきますけど、携帯、電話はもう解約しましたね、今ね。で、解約もまためんどくさいんですよ。NTT かなんか知らないですけど、解約をさせないようにするのかなんか知んないけど、わざわざ手続きを何重にもかましてくるのと、あとメールでの対応してないんですよね。限られた営業時間の中で、電話をしてくれと。で、電話は通じないんですよ、なかなか。サポートセンターそんなにたくさん持ってないんですよね。だから、根負けして、電話かけるのやめてもらう。それで、契約更新をしてるんだろうなと思いますよね。姑息ですね、姑息。まあそういう風に見る私のね、目が歪んでるのかもしれないですけどね、うん、まあ世の中いろいろですよ。いってらっしゃい。